大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手が2日日本時間3日本拠地エンゼル・スタジアムでのヒューストン・アストロズ戦に3番指名打者で先発出場した7回に5試合連続となる痛烈なライト前ヒットとフォアボールで2度出塁したがチームは2対4で敗戦連勝とはならなかったアストロズの先発は昨季13勝の右腕・ランス・マクラーズ マクラーズとのこれまでの対戦成績は16打数3安打6三振打率1割8分8厘大谷は初回ワンアウト1塁でフルカウント後の変化球を冷静に見極め第1打席はフォアボール第2打席はライトフライと抑えられたが4点を追う5回ツーアウト1塁からの初球低めのチェンジアップを捉えてライト前ヒットとした2点を追う7回の第4打席は ノーアウト1塁で3番手右腕ヘクター・ネリスと対戦同点の一発が期待されたが外角にきっちりと投げ込まれ3球三振に倒れた9回はツーアウト走者なしで6番手のラファエル・モンテロと対戦フルカウント後ファウルで粘ったが最後は低めチェンジアップにバットが空を切り最後の打者となったこの日の大谷は4打数1安打1四球2三振の打撃結果で打率は2割6分8輪となった アストロズのマカラーズは初回ワンアウト一塁で大谷にフォアボールを与えて一二塁にピンチを拡大それでも後続のレンヒーフォウォードを打ち取ったマカラーズは試合後大谷の打席では大谷にホームランを打たれて初回2失点は避けたかったので厳しめの投球をした質の高い球を投げたと思うが結果的に歩かせてしまっただがそれ以降は良かったと振り返った 昨季、リーグ3位の46本塁打を放ち今季もすでに30本塁打大谷の打撃はやはり脅威だ大谷やトラウトはフォアボールでも仕方ない今日はさほどキレがなかったからこの結果なら満足だ投球は良くなっているしこれが続けば全てがかみ合う時が来るだろうこの日はトラウト大谷にそれぞれ1四球ずつを与えたが2打は許さなかった 通算47勝のマカラーズは満足げに試合を振り返った。8月31日、同9月1日のヤンキース戦では、リーグ MVP 争いのライバルとなるジャッジとの直接対決で30号スリーランを放ち、日本選手初の2年連続30本塁打を達成した。8月は8本塁打、打率3割1分7厘で今季最高の好成績を残した。この日の日日試合前には3日 同4日の同戦先発に向けブルペンで28球の投球練習を行った壁当てとキャッチボールを終えブルペン入りフォーシームやツーシームを中心に各球種の精度を確認したアストロズ戦では今季3試合に先発し2勝1敗防御率1.08の好成績3日同4日の同戦では今季12勝目をかけて先発マウンドに上がる今季のメジャーリーグも 残すところ約1ヶ月となり必然的に個人タイトルの行方は注目度が高まっているその中で一騎打ちの様相を呈してきているのがアメリカンリーグの MVP だジャッジが推挙される中でよく聞かれるのが「ヤンキースは地区首位だ」という声だ今季に球団ワーストの14連敗を喫したエンジェルスが地区首位に立つヒューストン・アストロズから28ゲーム差をつけられている現状から 大谷のパフォーマンスはチーム成績に影響していないのではないかというのが根拠のようだだがあくまで現状にフォーカスした場合あながちそうとは言い切れないというのもヤンキースは7月19日のオールスター戦以降で15勝25敗と大きく負け越ししている片やエンゼルスは17勝22敗こちらも決して好成績とは言えないが 少なくともヤンキースを上回っている。この両軍の今にフォーカスし、MVP レースに意見する現地指揮者もいる。米放送局、FOX スポーツでアナリストを務め、大谷マニアとしても知られているベン・バーランダー氏は自身のツイッターで、次のように論じた。MVP はチーム成績も重要だと主張する人たちへ。 シーズン中にチームが15勝25敗になっている選手に MVP を本当に許すのか文字通りにベストプレイヤーが選出されるべきなんだ。ジャッジならジャッジ、昌平なら翔平で、チーム成績がどうかというのは馬鹿げた議論でしかない。空前絶後のハイレベルな争いとなっている今季のアメリカンリーグ MVP レース。果たして最後に名誉ある賞を手にするのは一体誰なのか 残すところ約1ヶ月となったレギュラーシーズンにおけるジャッジと大谷のプレーから目が離せない。 Strikes to Shohei here. Oh, got oh. it, got it, got it! 33!